いつもご視聴ありがとうございます。おはこんにちばんは、おしんちゃんこと小笠原です。本日は久々のコラボ動画です。ニーツースマイル PR 大使のはずきちゃんです。よろしくお願いします。今日ははずきちゃんと一緒に大きなオムレツに作って食べて挑戦してみたいと思います。作るのははずきちゃんの動画の方がメインで、食べるのは私の動画の方でメインでやりたいと思います。ぜひぜひはずきちゃんのチャンネルもよろしくお願いします。いや、大きいオムレツ楽しみだね。楽しみ。頑張ろう。本日私の方のオムレツは卵50個、はずきちゃんの方のオムレツは卵20個。じゃあ今度私の分ですね。そう、あやちゃんの分のオムレツで50個卵を使って作っていきたいと思います。さっきと同じ感じですればいいのね。うん、さっきと同じ感じで割って混ぜていきましょう。はずきちゃんの方すごい綺麗なのに私の方なんかもう割れちゃった。おお、すごい。全然量違うね。混ぜ終わりました。ました。すごい、ね、すごい重た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 い。あ、重たい。もうこれをじゃあ次は焼いていきたいと思います。焼きます。ありがとうございます。めっちゃ出来上がり楽しみ。すごいね、ほんと重たい。おせやチャンネル。おお、すごーい。まーちゃんのオムレツが約 1.1キロ、私のオムレツが約 3.3 キロです。わーい。それではね、オムレツ食べていきましょう。美味しそうです。それでは早速いただきます。すごい。おお、中までしっかり。いただきます。いただきます。ちょっと茶碗蒸しとかみたいな。美味しい。味変の調味料いっぱい用意したけど、なんかそのまんまで美味しいかも。私早速味変しようかな。じゃあ、チリソース絶対美味しいやつ。卵とチリソースって本当に相性いいよね。トマトも美味しい。トマトとまた合いそうだね。あ、それも美味しそう。マリネポンド。マリネポンド。マリネポンド。マリネがいっぱい入ってる。あとなんか食感もちょっと変わりそう。野菜に合いそう。合いそう。サラダのドレッシング。結構つぶつぶ。あ、すごいオニオン効いてる。美味しい。食感もあるかも。サクサクしてる。ちょっと玉ねぎの甘みが効いた。ピタチーポン酢。もうちょっとも結構調子に乗って盛りすぎた。お寿司屋さんとかの卵焼きみたい。近いかも。定番のケチャップ。ケチャップ。定番のケチャップ。ケチャップ絶対。間違いない。なんか歯かいちゃった。本当に歯かいちゃった。今回ちょっとお出汁系の卵にしたけど、これ砂糖入れても合いそうな卵。ありそう。
くやった鉄板。おいしい。卵はケチャップだわ。うん。はずきちゃんとは最初、私がお母さんと知り合いで、娘もなんか一緒にご飯どうみたいに言ってくれて、それで一緒にタイ料理屋さん行ったのが初めてだって。そうだね。ね。ほんとはずきちゃんとこのお母さんとはずきちゃんってなんかもうほんと友達やつって感じだよね。結構そうだね、服シェアしたりとか、あんまり親っていう感覚がないかも。うん、そうなんだ、はーちゃん自身もなんかちょっと友達みたいな。そうだね、あんまり自分の親としてなんかこう認識はあんまりしないかな。ちょっと私にはなんかない感覚だからなんか羨ましい。ね、はーちゃんとは最近その私も参加してる撮影会で、はずきちゃんも参加してて一緒に撮影会出てたりとかして、この前の神社すごい綺麗だったね。ね、あの五千八幡宮っていう、ね、風鈴とかもあったし、傘がいっぱいね吊るしてあって、ね、すごい綺麗だったね。結構中の方がなんかプリンっぽい。うん、本当だ、プリンみたいな。ちなみに今結構お腹に来てます。でしょ、たまるんだよね。あっ、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 あ、あると思います。なんかここで多分ネギトロ来たら私ネギトロ食べれる気がします。結構来るな。マヨネーズとかは意外と、このマヨネーズのこってり酸味でいけるかも。あ、マヨネーズでいっちゃう野菜。はーちゃん前いる？やめてくれ、大丈夫。はーちゃんがやってる日刊誌ってどういうことを普段してるの？今は、まあ、ニーズの街の情報とかを、まあ、こう発信をして、で、今あの燕三条のものづくりを勉強してて、ニーチ以外のこととかもいろいろやりつつ、ニーチの情報もみたいな。ニーチね、美味しいお店いっぱいあるもんね。いっぱいあるね。ね、私大正ラーメンさんとかすごい好き。この前行った。行った。唐揚げ乗ってるよね。ね、そうそう、美味しいよね。ニーチいいお店いっぱいある。野菜調子乗ってもらいすぎた。野菜が増えてるとこばっかり。私ちょっとお腹いっぱいで。でも500グラムぐらい食べたもんね。大体半分ぐらい食べた。残りはちょっとお持ち帰りで。卵だけって結構飽きるよね。ちょっと大変だったかも。だって今だけで卵10個分ぐらい食べてるんだもん。そうだよね。そうだよ。そうだよ。なんかそう思うとすごい。ね、普段卵10個ってね食べないもんね。私食べるけど。あ、そっか。あやちゃんは食べるのか。ごちそうさまでした。お家で美味しくいただきます。普段その辛いのが好きって聞いたんだけど、辛いのも大食いとかも結構やるの？結構やる。あ、そうなんだ。辛いのは普通に食べるやつよりはちょっと少なめ。やっぱ辛いものって結構刺激強いもんね。胃のダメージも結構あるから、あ、なるほど。野菜盛りすぎた。いっぱいだったもん、全然。よし、こっからは多分早いよ。繰り返してた。すごいよね。ちょっと断面がすごいよね。なんか本当茶碗蒸しみたいにプルプルしてる。ね、すごい。よし、今度食べよう。ナイフスーって入ってくるので、なんかほんととろける。結構じゃあ柔らかいね。柔らかい。でも皮のこの、そこがちょっとしっかりしてるよね。なんかこれがまたいい。なんかまたちょっと食感違った。うまし。すごい。また中央のこのトロトロの部分がすごい。これ結構もうトロトロ。ね、すごい。
炊飯器ならではの、うん、とろける。ここ卵の濃厚さダイレクトに感じる。はんちゃん、卵って1日だいたい何個ぐらい食べる？卵を、うん、食べて1個じゃないかな。じゃあこれ50日分だ。もう1ヶ月以上1ヶ月以上分の卵。最後、最後一口、うん、ごちそうさまでした。卵50個いただきました。おごせややチャンネル。すごい、本当に夢のような企画だったね。すごいね、本当に。ね、させてくれてありがとう。楽しかった。順当だったら卵50個もなんかオムレツ絶対作れないの。いや、これはすごい素敵なアイデア。ね、はーちゃん、今日は一緒に食べてくれて本当にありがとう。ありがとう。残りもね、美味しくお家で食べていただきます。調理シーンははずきちゃんの方の動画をご覧ください。ここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。はーちゃんが描いてくれました。かわいい。